バングラデシュにおけるスポーツは人気のある娯楽であり、バングラデシュの文化の欠かすことのできない部分でもある。クリケットがバングラデシュで最も人気のスポーツである。カバディがバングラデシュの国技である。バングラデシュはクリケットの上位7カ国の一つであり、1999年から毎回ワールドカップの出場権を獲得している。議論の余地はあるかもしれないが、 2015年大会には、競合3カ国を破って、準々決勝に進出しのが、これまでの最高成績である。2015年、バングラデシュはパキスタンに圧勝し、シリーズを3対0で決着をつけ、別の大きな成績として、インドとのシリーズを2対1で制し、同年にオジシリーズにおいて、南アフリカを2対1で破った。陸上競技、水泳、カバディ、ボリケラ、 ラティケランのような伝統的スポーツは主に農村部で行われるのに対して、クリケット、サッカー、ホッケー、バレーボール、ハンドボール、ゴルフ、バドミントンなどのような外国由来のスポーツは都市部の人々によって主に行われる。全国スポーツ競技会がバングラデシュのすべてのスポーツ連盟と競議会を統括する団体であり、青少年、スポーツ賞に対して責任を負う。 NSC には42のスポーツ連盟が加盟している。バングラデシュゲームズが国内すべての地域のアスリートとスポーツチームが参加する国内最大の総合スポーツ大会である。2006年アジア競技大会でのカバディの試合、バングラデシュでは古代にまで遡るハルドゥと呼ばれるカバディの編集がある。ハルドゥには確定されたルールはなく、様々な地域において様々なルールで、 プレイされている。カバディはバングラデシュの国技であり、1972年に公的地位を与えられた。バングラデシュアマチュアカバディ連盟は1973年に結成された。カバディはバングラデシュ全土でプレイされる。バングラデシュはアジア競技大会のカバディ競技に毎回参加してきた。しかしながら近年その他のスポーツの人気の高まりによって、 カバディの人気は低下してきた。バングラデシュはかつては世界の競合国の一つとみなされていたが、現在は資金難やその他の理由により弱体化している。クリケットはバングラデシュで最も人気のあるスポーツである。その人気は1997年に ICC トロフィーで代表チームが優勝し、1999クリケットワールドカップに初出場を決めた後に高まった。 2000年、バングラデシュは国際クリケット評議会の正会員となり、テストクリケットに参加できるようになった。バングラデシュは多くの国際ワン、デーマッチ、テストマッチ、2020インターナショナルを定期的に主催している。2011年、バングラデシュは2011クリケットワールドカップをインド、およびスリランカと共催した。バングラデシュは 2014ICC ワールド20、 20の主催国にも選出された。バングラデシュクリケット委員会が国内のクリケットの発展を管理する最高位の統括団体である。2015年 ICC クリケットワールドカップにおいてバングラデシュはイングランドを破り2度目の準々決勝進出を果たした。しかしながら準々決勝ではインドに敗れた。 バングラデシュはイングランド及びウェールズで開催された2017年の ICC チャンピオンズトロフィーの準決勝にも進出したがインドに再び敗戦した。バングラデシュ女子代表チームは2018年のアジアカップ決勝でインドを破り6連覇中だったインドを除いてトロフィーを掲げた唯一のチームとなった。2002年2月9日、 バングラデシュ19歳以下クリケット代表チームは南アフリカで開催された2024-19クリケットワールドカップにおいてインドとの手に汗握る決勝戦を制し優勝した。これがすべてのレベルの ICC の大会におけるバングラデシュの初めての優勝であった。歴史を通じてサッカーはバングラデシュでクリケットに次ぐ人気スポーツである。しかし、 バングラデシュサッカー連盟を含め政府と機関からはほったらかされている。過去においてバングラデシュはアジアで手強いチームであったが近年はバングラデシュサッカーの基準は誤った管理、支援の欠如によって悪化してきた。国民の興味の低下はサッカーの人気に影響を与えてきた。ダッカの内外で開催されているサッカー大会は他スポーツよりも多く フィファワールドカップの後に国内ではフットボール熱が高まる。2018年11月4日 U-15 サッカーバングラデシュ代表は決勝で U-15 サッカーパキスタン代表を破り2018サフ U-15 選手権で優勝した。ホッケーはバングラデシュで最も人気のあるスポーツの一つである。人気の面ではクリケットとサッカーに続く。 しかしながら、責任のある当局者の欠如と、不正な行政によってこのスポーツも、同様に衰退してきた。にもかかわらず、バングラデシュは、ホッケーアジアカップに定期的に参加しており、1985年大会を主催した。バングラデシュホッケー連盟は、毎年いくつかの国内競技会を組織しており、最も特筆すべきは、プレミアディビジョンホッケーリーグである。 チェスはバングラデシュで人気のある屋内競技であり、バングラデシュは多くの才能豊かなチェスプレイヤーを生み出してきた。バングラデシュのチェスプレイヤーであるニアズムルシェドは1987年に東南アジア出身の初のグランドマスターである。バングラデシュチェス連盟は1979年にファイドの会員となった。毎年、全国及び国際レベルの15から20の大会が、 開催されている。バングラデシュ決戦試験が毎年開催される個人の全国大会である。ゴルフは近年バングラデシュで人気が高まってきた。シディクール・ラーマンが2010年のブルネイオープンにおいてアジアンツアーで優勝した初のバングラデシュ人ゴルファーになるまでは国内での人気はそれほどでもなかった。その後、ゴルフはバングラデシュのメディアで報道されるようになり、 十分な財政基盤を確保するためのスポンサーも獲得にも成功した。バングラデシュハンドボール連盟はバングラデシュにおいてハンドボールを開拓させ、1986年以来国際ハンドボール連盟の会員である。男子代表チームと女子代表チームの両方が特に南アジア競技大会といった様々な国際大会で国を代表している。加えて、 バングラデシュハンドボール連盟は教育省と補助を受け国中の男子学生と女子学生のための学校対抗選手権を毎年開催している。バレーボールはバングラデシュで非常に人気があり国中でプレーされているが国際レベルではまだ優れた成績を収めるのに苦闘している。バングラデシュバレーボール連盟は1972年に結成され1976年に 国際バレーボール連盟とアジアバレーボール連盟に加盟した。ここまでバングラデシュはアジア競技大会の2度アジアユースバレーボール選手権に2度バレーボールアジア選手権に3度参加した。バレーボールバングラデシュ代表は2009年1月2830日にパキスタンで開催された国際バレーボール選手権で準優勝を達成した。毎年学校対抗戦と 全国選手権が開催されている。バスケットボールは、バングラデシュの主に都市部で人気のスポーツである。バングラデシュバスケットボール連盟は1978年以降、国際バスケットボール連盟に加盟している。バングラデシュは、下級オリンピックのバスケットボール競技や FIBA、バスケットボールワールドカップの出場権を得たことはない。FIBA 男子アジアカップにおける代表チームの、 最高成績は1979年大会の13位である。その他の特筆すべき成績は2010年アジア競技大会における銅メダル獲得である。バングラデシュにおいてラグビーはマイナースポーツであるが急速に成長している。しかしながらバングラデシュにおけるラグビーの歴史はヨーロッパ人がラグビーをプレイしていたイギリス統治時代の19世紀に遡る。 大英帝国の衰退後、ラグビーはバングラデシュでほとんどあるいは全く存在感がなかった。しかしながら2007年長い休眠の後、数名の日本人指導者がユースプログラムを開始した。様々な学校が12歳以下の若者をトレーニングキャンプに派遣した。バングラデシュラグビー協会は学校対抗協議会を開始するために、 これらの子供たちのトレーニングを行ってきた。バングラデシュラグビー協会は、バングラデシュラグビー連盟連合となった。現在、バングラデシュラグビー連盟連合は、バングラデシュオリンピック協会、全国スポーツ協議会、及びアジアラグビーの会員である。バングラデシュラグビーはは、現在の事務総長、マウスサムアリの下で特に成長してきた。バングラデシュにおける、スカッシュの未来は明るい。 近年多くの大会が開催されており多くの有望な選手が誕生している。バングラデシュ政府によって取られた近年の措置とバングラデシュスカッシュラケット連盟の職人による努力によってバングラデシュにおけるスカッシュの人気の成長がもたらされた。政府は連盟の本部施設を建設する土地を提供することを提案してきたグラミーオープンスカッシュトーナメントがバングラデシュにおける 主要な大会である。有望なスカッシュ選手には、スワピン・パーベス、ラジュラム、イマン、ターミム、エバーター・リーブルなどがいる。テニスは、バングラデシュの都市部で、主にプレーされている。全米オープンやウィンブルドンのような、グランドスラム大会は、都市部の人々の間で非常に人気があるが、これまでのところ、バングラデシュ出身のプロ選手が、ほとんどいないため、グランドスラムに、 自国の選手が出場したことはない。2008年以降、バングラデシュテニス連盟はバングラデシュにおいて、テニスを進行、発展させるために、毎年国際ジュニアテニス大会を開催している。デビスカップバングラデシュ代表は1986年に、デビスカップに初出場した。バングラデシュは3年後の1989年に、シンガポールで開催されたアジア。 オセアニアゾーングループ2で準決勝進出に成功した。卓球は1950年代以降バングラデシュでプレーされている。学校や大学では非常に人気があるものの教育機関外での大会は稀である。バングラデシュ卓球連盟は1972年に設立された。同年連盟はアジア卓球連合及び世界卓球連盟の会員となった。 多くの全国及び国際競技大会が BTTF によって開催されている。バングラデシュは様々な国際卓球大会に出場し、いくつかの成功を収めた。1997年、バングラデシュの男子チームがサーク及びアセアン地域の12カ国間の初のジュニア大会で3位に入った。バングラデシュは南アジア競技大会においてもいくつかのメダルを獲得した。 バングラデシュは1991年にアジアカップを成功裏に主催した。バングラデシュ人卓球選手ゾベラ・ラーマン・リヌは全国卓球競技会の個人の部で16度優勝している。バングラデシュサイクリストは国内最大のサイクリング団体である。バングラデシュは川沿いの国であり250を超える川が国土を流れている。この理由で水泳は常に バングラデシュ人の生活の一部である。バングラデシュの伝説的なスイマーであるブロジェンダスは、イギリス海峡を泳いで渡った初めてのアジア人であり、4度渡った初めての人物である。ダスは、イギリス人とオーストラリア人以外で、海峡横断を成し遂げて、海峡の王の称号を得た唯一の人物でもある。バングラデシュは、オリンピック、アジア競技大会、 その他の多国間競技会の陸上競技に参加してきたが成績をかんばしくない。バングラデシュのアスリートは南アジア競技大会で数個のメダルを獲得してきた。バングラデシュ陸上競技連盟が全国統括団体である。射撃はバングラデシュにおいて将来性のあるスポーツである。コモンウェルスゲームズでバングラデシュが獲得した2つの金メダルは射撃によりもたらされた。 バングラデシュは南アジア競技大会でも多くの金メダルを獲得してきた。バングラデシュにおける射撃はアシフ・ホサイン・カーンが2002年のコモンウェルス・ゲームズにおいて10メートルエアライフルの金メダルを獲得した時に注目を浴びた。バングラデシュ射撃スポーツ連盟が統括団体である。アーチェリーはバングラデシュにおいて新しいが有望なスポーツである。アーチェリーは2000年に バングラデシュに導入され、2001年にバングラデシュアーチェリー連盟が設立2003年に世界アーチェリー連盟に加盟した。エムダドゥルハクミロンはいくつかの多国間アーチェリー、競技会で複数の金メダルと銀メダルを獲得した。ボクシングはバングラデシュであまり人気がない。バングラデシュアマチュアボクシング連盟がバングラデシュにおけるボクシングを統括している。 バングラデシュのほとんどのボクサーはラジシャ被県とジョソール県の出身である。国際レベルでのバングラデシュ人ボクサーの成績は非常に劣ったものだったものの南アジア競技大会では複数の金メダルを獲得している。ブサーンはバングラデシュの格闘技であり、青少年スポーツ賞の下で全国スポーツ競技会によって承認された格闘スポーツである。ブサーンは 肉体と精神の均衡を得ることを目的とした人格収容の体系でもある。その主な三つの柱は、スポーツ、信、お及び幸福である。ブサンは、師範マックユリーによって創設された。バングラデシュは、様々な多国間競技会のカラ競技に参加しており、南アジア競技大会では、複数の金メダルを獲得している。バングラデシュ・カラテ連盟が、 空手の振興のため毎年いくつかの空手選手権を開催している。バングラデシュ空手動画バングラデシュの空手トレーニング組織の中で最も有名である。バングラデシュテコンドー連盟は1996年に設立されワールドテコンドーに加盟している。テコンドーバングラデシュ代表チームは2009年8月18日から22日にソウルで開催された。 オープンインターナショナルテコンドー選手権2009で2つの金メダルを獲得した。バングラデシュは南アジア競技大会においても複数の金メダルを獲得している。ありがとうございます。